は野田チャンネル。はい、どうも、あ、どうも、あ、東京、どうも、画面が近すぎて手が入れられません。はい、どうも、イエーイ、めっちゃホリデー、ありがとうございます。ね、推しの子びっくりマンチョコ、ね、出ました。ね、光はね、やってたんですけど、今度影バージョンでございます。関東では、影バージョンがね、発売されたみたいでございます。前回のね、光バージョンがね、なかった感じ、ありまして。ね、パッケージはね、2パターンありまして、これ前回やったやつですね、ありまして、今回開けまして、今回に、第2弾ということですね、こちらでございます。ね、前回、見た方知ってるとは思うんですけども、前回がですね、6個買ったら3個シークレットが出るというね、まさにミラクル出ました。今回あるんでしょうか、ないんでしょうか、ね、開けてみましょうか。ね、楽しいです。何、あ、一応ね、ほら、シールね、全24種類でエンボスメタルシールと全部光ってるという感じでございます。光版もあって、たんですけど、同じシールが多分あるんですよね。これね、これ前出てるんですよ。ね、動画で見ていただきたいんですけども、これのあ、これもそうですね。これもね、前ね光バージョンあったんですけど、このね後ろのこの風景というかこの後ろのところが光り方が違うんですね。もっと明るかったんですよね。やっぱ影版だから暗いのかなっていう感じがします。あ、多分アクアもね一回出てるんですよね。ただもっと明るかった、キラキラしてたんですよね。うん、だからこの、うん、影バージョンはちょっと画面後ろがちょっとね違うバージョンが結構存在するのかなという、同じシールとかね、気がします。では早速なんで開けてみたいと思いますね。パッケージが違うだけでこれ中身一緒ですから、ね、どうでしょうか。バーン、お、Bコマ、あ、これも前出たな、出ましたね。ちょっとこんな感じじゃなかったなね。はい、シールナンバー16ということでね。3人組。ね。いっぱい乗ってていいね。可愛い子がっていうね。感じでございます。ちょっとごめんなさい。チョコレート落ちてるんでね。これ、片しますね。これね。掃除機もかけたい気分ではありますが。とりあえずね。B コマチ、ね、いいですね。可愛らしい。はい。さあ、ということで。二つ目だよ。でーん。出るかな、ねえ、女の子出てほしいですね、これね。はい、気になるところではございますね。おかしい、もう角っこは砕けております。これね、ヤスリワゴンに入れられていたので、だからね、この辺がねシークレットじゃねえかなと思いながら買うってことができなかったんですよ。ダーン出た、切り裂き、違うなんていうんですかこれ、嫁ね、かぶらぎまさやさんですね。はい、シルナバ12、フリーの番組プロデューサーだそうです。これも前出た気がするな。ただこの光り方が違うね。なんかみんな悪そうに見えるよね、この光り方でね。はい。さあ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 、出ております。大変ですね。はい。なんか電話してんのかな、これ。さあ、ということで、2枚普通に出ましたね。さあ、次からこちらです。どうも。シールを剥がしていたんです。俺はシールを剥がしたんです。この、ね、半額シール。ね。これね、本体価格はね、安いんですよ。多分設定が違ってんのかな。120何円ですよね。今、コンビニとかスーパーで売ってた時も。でもこれね、本体99円の設定で、あ、税抜きなのかな。それがこうなってね、安くなってるっていう。うん。嬉しいですね。はい。それなんで、6個買いました。パッケージ違いを6個6個でね。はい。ということで、第2弾でございます。中身は一緒ですね、なんかね。はい、さあ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 、どうですか、ドーン。お、出た !PA4 で、PA4 ですか ?PA4。これも前に出ましたね。光版の方もね、またチェックしていただきたい。これ同じの出ましたね。ただ、後ろの背景が違うね。シールナンバー14。影。ね。ひよこの覆面をかぶった筋肉ムキムキの筋トレ動画配信とか書いてますね。はい。うわー。ただですね、第1回を見ちゃうと、なんか、あ、これ隠れてる。第1回を見ちゃうと、なんとも地味ですね、今回。あれもう、1回目なんかもうシークレットが出てたからね、もう連チャンでシークレット出た時代だったんでね。
なんか寂しいですね。そういうもんなんでしょうかね、やっぱね。6個買って3個、もう前半、もうこれでおしまいですね。なんか地味だな、盛り上がってほしいな、というところでございますけれども。はい、後半戦、4個目でございます。ね、影バージョン、なんかいいの出てほしい、思う限りでございますけれども。はい。さあ、ね、カードがと、出ますよ。大変だ、これは。出ますかね、なんかいいの。出てこい。ダーン、お、出た。サリナ。サリナさん。サリナさんが出たよ。シルク。ナンバーセブン。重い、闘病生活を送った後に、愛の子供、ルビーとして転生する。あ、そういうことなのね。転生なのね。はい。あ、だから同じやつ。ね、パッケージのやつ。あってるのかな。今開けてるやつじゃなくて、こっちのパッケージね、いましたね。この子ね。はい。あ、そういうことだね。この子が転生したと。ほうほう。ね。異世界転生なんですかね。はい。ということでね。可愛いのがとうとう出ましたね、ついに。はい。ということで、もっと出ろということですね。シーカード1枚ぐらい出てほしい。一度でいいから見てみたい、みたいなね。初めて出るシークレットみたいなね。まあもうちょっとね、出がらし的な感じですよね。もうだって3、普通だって1回の動画で3枚出る。今までだって1回しか出てないんですよ。まさにミラクルですよね。こう出てほしいな。どうでしょうか、どう。おっと、ことぶき、みなみさんでございます。これもなんか前回出た気がするな。出てなかったかな。ね、可愛らしいですね、これもね。はい。そうそうそう、こういうことよね。こういうさ、女の子がいっぱい出てくるんですよ。やっぱり。ね。アイドルだから。ね。はい。というわけで皆さん、ね。ついにでございます。楽しくやっていたのも。これが最後になっちゃいました。はい。シークレット出ないね。出てほしいよね。はい。まあ、半額で買っといて文句言うなっていう話もありますけれども、ね。たださ、せっかく動画撮ってるからさ、いいのが出たいじゃないですかね。みんなに見てほしいよね。こんなん出たよってね。さあ行きますよ。ダン！おーっと、危ない！なんだこいつは！危ない、悪い奴が出てきたぞ。りょうすけ。りょうすけ出てきましたよ、これ。何ですか、これは。シルナンバー18。ゴロと愛を殺めた謎多き犯人。愛のファンで握手会。そういうことなの？ファンの人が何？こう、なんか好きすぎてこうなったの？うわぁ、大変だ、これ。大変なシールが出たぞ、これは。汗かいてる、しかも。ということで、こんな感じでございます。06枚全部出ました。では、前回の動画とまとめてみますか？まとめ、見たいですかこれ。ね、どうですかこれ。はい。こういう感じです。でっとる全員集合です。でっとるってみたいなね。でっとるってはい。皆さん、こんな感じでございます。ありがとうございます。ね。今回は出なかったですけども、シークレットが3枚出てるので、もう、文句はないです。ね。こんだけ出ればもうね、十分ですよね。はい。ということで、12個買うと、こんな感じでした。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、お願いします。そして、カウノチャンネルは、毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も、見てね。